相手シンクスケやん。え、気づいた？え、シンクスケじゃね？相手。え、やばい、タワーの攻撃が、やばい。上げて上げて、ファイボ来た。うわ、こいつできる顔してんな。できる口しとるわ、これ。ザップで変えて、来た！ベッカ延命！神ザップ来た！レベル14とか引いたらマジで終わりじゃない？まあさすがに15はないと思うけど、そのワイルド、なんていうの、カーデ、シャーデって、そうだよ、ポコポキタッション。はい、ということで、今日はですね、負けたら即終了、パート4ですね、やっていきます。はい。まあ、今回なんとね、セールでですね、新回数出てきました。はい。激安ですね。まあ、なんで、まあ、ゲットしたんですけど、まだ使わない進化は。はい。やっぱ相手が進化使ってきたら、もうちょっと進化使います。はい。それまではね、使わないようにします。ただ、まあ、前回のコメント欄でめっちゃ多かったんが、マジでレベル上げた方がいいっていうね、声いただいたんで、はい。マジなんかね、たまにやばいレベル14とかいるらしくて、そう。だからマジでホグだけでも攻めても上げてほしいっていう声はあったんで、まあちょっとね、ワイルドカードがあんまりないんですけど、まあちょっとできるだけね、上げれるとこまでちょっとね、ホグはね、上げていきたいと思います。結構宝箱とか、このね、クララパスが結構溜まってるから、じゃ全部引いて、どこまでいくかちょっとね、やっていきたいと思います。はい、ということで、レベル上げてきました。でもね、思いのほか上がらなくて、ホグがレベル11と、はい、カードがあんまなかったですね。はい、まあ10に上がったらちょっとね、本使うプランもあるんですけど、ただノーマルが無限にあったんで、まあちょっとホグの貯金箱を課金しまして、はい、レベル12の最強ザップ作りました。まあこれ以上上げたらちょっとお金なくなっちゃうから一旦12で止めました。まあでもこれぐらいで結構無双できるんじゃないかな、わからん、ちょっと様子見ながらね、まあマルチやっていきましょう。さあやっていきますか。キングタワーめっちゃ上がったよ、見て、レベル8。え、相手もレベル8なんだけど、あ、そっか、なんかこれコメント欄であったんだけど、自分のレベルが上がると、そう、相手のレベルも上がるんですよね、確か。そう、なんかキングタワーでそのレートみたいながなんか変わるらしくて、なんか俺自分が上げると相手も強くなるから、あ、やばい、マジでマジで舐めてたらこれいかれるの、相手レベル9だしな、しかもなんか、あ、やばいやばい、え、マジでこれ本当に舐めてたらいかれるやつやん、これレベル6の対応やばい。え、待って、やばい、俺上げすぎたかも、これ。ちょ、上げすぎてさ、相手の、ちょっと、これまずいか、これ。ちょ、待って、レベル9やばいって、マジで。あ、そういうことか。でもなんか言ってたな、コメント欄で。そうな、キングタワーが上がると、そう、相手もそう、キングタワーが上がって敵強くなるっていうのもあったんで、レベル上げすぎにも注意っていうことか。うわ、やばい、でも最強のホグライダー行ってこい。レベル11のホグライダーで行ってこい、お前最強だぞこれ。やばい、これ見て、マッチョすぎる、全然 HP 減らんやん。ミニベも耐えちゃうよ、おいしょ、一発、あー、いいね。一回だけだけでめちゃくちゃ入ったわ、強すぎだな、マジで。一旦大砲で突破されたいな、この大砲。レベル6の大砲、ちょっと頼りないか。やばい。え？やばい！ちょ、待って。レベル差がマジでちょっと怖い。本当に怖くなってきた。やばいか、これ。もしかすると。マジで、大砲とかもレベル上げんといけんか、これ。なんか、怪しくなってきた。やばい。5-7やしな、しかも。これ、まずいか、一旦。一旦まずいか。一旦のまずさはあるか。うわ、ちょっと待って。どうしよう。一旦、まずいか。一旦ペッカ出すか。ペッカ出すしかないな、これ。まあ、レベル9のペッカだからね。まあまあ、そこそこね。そこそこです。はい。まあ、これザップで。はい。ザップが最強なんでね。さあ、まあ、ただちょっと怖いなぁ、マジで。そういうことか。うわ、これ、全体的に、デッキのレベルも上げなあかんって。え？なんか入ってんだけど、ペッカが。ペッカが殴ってんだけど。あんまり見ない光景だな。そういうことか。上げなあかんのか、これ。うわ、ちょっと、これ、他も上げんといけんな。これ、まずいな。なんか、思いのほかまずかったな。ちょ、大砲6とか情けないもの、なんか。大砲レベル6、情けなすぎてどうしよう。相手、なんか、あれあったよね。ガグムレあったよね。うわ、最強のウィズがいる、これ。最強のウィザーで全回収だ。うわ、熱っ。ちゃって、なんか、レベル7のナイトとか大砲がもうなんか全然柔らかすぎるんだけど。攻撃力が弱すぎる。まあまあ、いや、ちょっとこれ、うわ、審議がこれ、やばいぞ、これ。なんかレベル上げへんとちょっと、まあまあまあ、これでもここら辺はさすがにさ、まあ PS で分からせれるけど、いやマジでこれ、上げすぎたらさ、なんか一つのホグだけレベル14とかしたらさ、マジ相手とんでもないやつ来るんじゃん、これ。レートに合わされて。今までさ、その自分のレベルも低かったけどさ、相手もレベル低かったやんか、そう。だから、まあそこそこやったけど、これ自分のレベルに合わされるからさ、結構まずいんじゃね？合わせすぎたらこれまずいんじゃない？わからんけど。だって今マッチングちょっと長かったもんな。うわ、これどうする？うわ、魔法さん、これ熱っ。しかも俺鍵持ってるから速攻開けれるんだよね、これ。速攻開けれます、はい。開けてあげよう。さあ、どんどん開けよう。うわ、これどうする？うわ、スケブとかめっちゃ強いんじゃん、これ。
スケブマジで強そうだな。でもゴブリンとかのレベルも上げても良さそうなんだよね。上げるな。スケレベル上がったって何が変わるんっていうところあるから、まあ、ゴブリンはちょっと否めよね。うわやばい、どうしよう、これレベルがマジで本当に上げなんていけねえんな。まあ、一旦テスラとかもちょっと上げてみますか。はい、ということでレベルちょっとね調整しました。はい、まあナイトはまあちょっとレベル低くてもいいかなと思って、ゴブリンと大砲レベル上げたんで、まあこれで大丈夫でしょう。はい、ちょっと怖い思いしそうやったからね、これでやっていきましょう。さあさあさあやって、お相手レベルなんですね、隠してきた。オッケーオッケー、これでね、はい、いやマジでちょっと怖いからな、本当にレベルでここら辺からもうマジで急になんか相手の顔つき変わってくるからな。レベル9やもんな普通に。まあ、ただスケドラで、ね、ザップワンチャンザップでスケドラ死ぬ未来とかある、さすがにないか。どれくらいいけると思う。じゃないとじゃあちょっと怖いけど一旦どれくらい、結構削ると結構削るな。うわどうしようこれ、渋ない、めっちゃファイボで一旦、まあ、やってあげて、ウィズいらんかったな。まあいいや、バーバーバー。さあザップが重いのが結構削るね。いいね、レベル10のザップだから。ゴブリンはもちろんワンパンなことに、アーチャーとかも飛ばせんじゃね、わからん、ロケコとか飛ばせたりする。さあウィズが入る、熱いね、ちょっと熱いねこれは。うん、さあしかもこれは、うわーこれどうする、一旦ウィズ先行いかないから、ウィズ先行いかないから、これゴブリンでこっちね、はい竹取ってあげて、さあこんな感じで囲んであげて、うわめっちゃいい防衛だこれ。さあザップでビシッてしてあげて、はいはいやばい、ホグがマッチョすぎる、ホグがマッチョすぎる、え待ってこれもう入る、やばい最強のホグがいる、おいレベル差のホグが最強すぎるこれあっつ、いやもう俺のホグがやっぱ尋常じゃないほど硬くなってるわ。いや強いなこれ、いやいいな、ちょっと待って、レベル差楽だなあれ楽だな、真理に気づいた俺。そうだ、だからラットはレベル上げてたんだ、なんかあんなちまちまなんか苦しい思いせんでも簡単に勝てちゃうのこれ。レベル差って偉大だなマジで偉大だな、なんか相手が可愛く見える。えてかさっきなんか、あなんであんなレベル高かった、さっきめっちゃレベル高かったよね。なんか今回の敵めちゃくちゃレベル低いんだけど、まあ、低くはないか、レベル1だよ同じぐらいか。でもさっきの敵ほどはそんな高くないよね。いやマジでこれやばいぞ、ペッカーグの形、おい最強すぎるぞこのペッカーグの形がおいこれペッカーグでやるかこれ、マジでやばくない。だってさ、そのあのこのここら辺のトロタイってさ、やっぱそのねジャイとか多いわけやん、でバルーンとかもないからメガライトとかさ増えてくるやんか、今後エリワとか。もうペッカ最強やんマジで、ペッカが多分最強なのかこれ。ペッカホグレ天下取れんちゃん、ワンチャンマジでペッカ最強説ある。いやマジで、いやこれアイスピとか欲しいな、まあいいか。さあ来ました、やっていきましょう、どんどんいくよ。いやマジで今日の俺はもう顔つきがちげえからな、普通にレベルが上がってもうウハウハしてる。うわすごいすごい、ボットだ絶対、絶対ボットだ、こんなんこの出し方はボットでしかないでしょ。さあただクラン入ってるから違うな、さすがにさあ一旦ペッカで、いやもうこういうのもザップ打たない、もうペッカでやる、ペッカでどれぐらいやれんのやっていうところを見せてくれ。さあザップで死ぬんじゃね、死なない、さすがに死ねない、レベル差3つででも死なないか、アーチャーはボンぐらい言ったら死にそうやな、ボンバーぐらい言ったら死にそうだけど。さあペッカが熱い、いいね。さあこれを放置してもいけそうっすね、多分、多分同格だからいけんじゃない。さあマッチョホグ見してくれ、え入る、えあ怖っ、マッチョホグ見してくれ。さあ一旦ね、レベル3つ上のホグだからこれ最強だよこれ、ナイトダッシュも4発ぐらいいくんじゃん、2位はい3、はい4位強すぎるマジで、やばホグが最強すぎるわこれ気持ちいいマジで、気持ちいいね本当に。さあさあさあ、アーチャーが9度。いやでも大体ここら辺になっていくと9が多くなってくるね。まあだからやっぱレベル10ぐらいにしといてよかったね、本当に。いや気持ちいいな。まあこうナイトが足引っ張ってくれてるからちょっとありがたいわ、本当に。このレベルをね、引っ張ってくれてる。ナイトどの道あんま使わんしな。うん。さあ一旦ナイト来て、さあこれはね、大砲置いとこうかな。まあいっか、一旦することないな、大砲か。一旦ね、一旦することない大砲置いて。熱い、えナイトの攻撃耐えるっけ今って。今って耐えないよね。格上だからの熱いね、これ。さあ、タンパク質マッチョのホグいきますか、これ。ムキムキだよ、俺のホグムキムキだよ、マジで。プロテインたくさん飲んだからね、これ。マジで俺のホグ、最強だから、ほら。ムキムキだよ。ムキムキのホグライダーがいる。最強だ。やばい、これ楽すぎるな。ちょっと待って、上げすぎたか、もしかして。上げすぎたか、これ。
上げすぎちゃったか。ちょっと待って、マジで簡単に勝ってしまうなこれ。いや本当にホグ投げるだけで2回ホグ投げたら大体相手のターン降りてるもんな上げすぎたかこれ。いやでもこれぐらいやってもいいよね正直。いやだってやばいやつたまに来るって言ってたからね。そうなんかマジでね俺ね、お怒りを受けたからコメント欄でマジで気をつけた方がいいよっつって危機感持ちなさいっつって。そうだからマジでなんかねやばいロイジャイ、カンストロイジャイとかマジでザラにあるらしくて、3000とか2500ぐらいまで行くとマジであるらしくて、ちょっとね怖いよね。ここで今カンストロイジャイとか来ようもんなら俺終わっちゃうからね普通に普通に負けちゃうよマジで。カンストロイジャイもね鬼のような硬さしてるからね、ちょっと怖いよね。さあ来ました、アッティ来ました。あそういえばね、あの最近話題のさ、あの地面師たちっていうさ、ネットフリックスやってるドラマあるやん。あれさなんかめっちゃ話題だったからさ、ちょっと夜見てみようと思ってんか、昨日の夜見たらもうね気づいたらね、はい、一気見しました朝まで行ってたわ、朝っていうか普通に4時ぐらいまでいて見ちゃったわ、もうマジ一気見しちゃった。面白かった地面師たち。うん、いやあんまり内容のことはね触れちゃうと、まあ、ネタバレないからあんま触れないですけど、いやマジねなんかねいいだよね、ああいう渋いおじいいよね。でもちょっと主人公サイコすぎてさサイコパスすぎてちょっと怖いんだけどマジで。なんかこういうちょっとサイコ系のやつってさ、なんか怖いんだけどちょっとなんか妙に引き込まれるよね。あの半地下とかさ、半地下の家族やったっけ、なんか韓国のさなんか有名になった映画あるやんか、なんかねすごかったやつ、ああいうのとかもさめっちゃ主人公サイコでさ、でもさなんかめっちゃ引き込まれるやん、なんかああいうサイコにちょっとね、うん、面白かった感じ。ただねあれね多分家族の前で絶対見ない方がいいよ家族っていうかなんか、うん、ちょっとねあのグロすぎるしサイコやし、しかもねベッドシーンもあります、はいだからねマジで見るところね気をつけないとね、はい、あのマジで見る場面は選んでください気をつけないとね、はい、中学生とかにはちょっと刺激が強いかもしれないまあ俺の視聴者に中学生がいるかどうか分かんないですけどね、まあさすがにいるかでも俺の視聴者はね結構ね、あの高校生からは大学、あの社会人あたりが多いですね特にね。さあ一旦ウィズで回収しますか、ホグマジ強いな、うん、まあてかあれがいい、あの池田エライズが可愛すぎる、本当に可愛いマジで可愛い。そういやしかもまつげがねギュルンギュルンなんですよ本当に、まつげギュルンギュルンで顔ちっちゃいし、なんやねん言うて、あんな生き物が存在するんかよっていうぐらいね、めちゃくちゃ可愛かった俺ねタバコあんま好きじゃないんですよ、タバコマジで好きじゃないんですけど、ちょっとエライザが吸ってるタバコはちょっとあかっこいいなと思って完全顔補正かかってるけど、なんかあーええなーっていやマジかっこいいやつが吸うタバコはかっこいいからね、うん。さあ一旦ザップ行こう、さあキング折れるんじゃない、さあババ、さすがにババにはねいけないか、レベル差でもね、いいね、いやいいなマジ楽だな、ちょっとめちゃくちゃ楽だな、ちょレベル差が楽すぎてさもう余裕で語る時間まであるわ普通に、もう何でも語れるわ余裕すぎて最近の昨日のやつとかちょっとなんかヒヤッとしてる場面多かったからね、ちょっと語れんかったけどいっぱい語れんで、また語りすぎて怒られちゃうからな普通にね、しっかりやっていきましょう。さあこれはこれ一緒にまとめていくと、おペッカがちょっと熱いな、これザッペシで、はい、溶かす、いやいい、ペッカ全殴りね、いやペッカちょっと強いね、やっぱあのここら辺のトロタイだとマジペッカで覇権握れるよね、ペッカザップとかペッカウィズの形作っとけばもう覇権握れるっしょ、あれだってスケブとかなんかゴブリンとかさババとかでしょ、マジペッカウィズの形作っといたらもう相手どうすんねんっていう形できるやん。そうしかもミニペットとかも多いから結構ねペッカが溶かしてくれる。さあさあさあやっていきましょう、うん、やっぱ相手あれだな、一戦目だけがマジレベル高かったんだそれ以降なんかあのレベルがめっちゃ低いね。さあ5いきましょう、5いってあげて、うわネクロやだな、ネクロがマジでそのあれですね、あのペッカの天敵だよね、ペッカの天敵ではあるよね、うわちょっと怖いなマジでマジで怖いわ、うん、てかぜひねマジね見てほしい、ネットフリックス入ってる人はねぜひね見てほしい面白い、いやなんかね引き込まれるんですよ、うん、やっぱ自分が知らない世界を扱ってる題材ってちょっと気になるじゃないですかね、そういうところでちょっと面白い、うん、いやしかも規模感がでかいからね、いやちょっと面白かったですね、まあその地上波でできない分ちょっとああこういうねネット配信系で暴れてるんだなっていうのがねすごい伝わってくるマジで、うん、マジでだからベッドシーンとかもすごいね過激です、はいあのだから本当に見る場面気をつけた方がいいよ
急になんかあのリビングとかで見てて急にベッドシーンとか始まっちゃうからね、マジ気をつけた方がいい。あーこれザップで行きたい、やばい、ザップの M が終わってるザッペシの M が終わってるけど、ホグがマッチョすぎてめちゃくちゃ入ってるわ入りすぎだろマジで。さこれ大砲で全部回収しちゃうか、俺のマッチョ大砲ね、火力が違えんだよつってブラスターぐらい、えバレルだやばい。そっかあれだもんね、そっかバレルゲットできるようになるからバレルもあるんか。うわちょっとこれマジで枯渇とか引いたらハゲちゃうな普通に。ザップ、いやでもザップ今の俺のザップはバレル完封できるからねバレル完封できるけど、ちょっと嫌だよねこのデッキであれ当たんの。マジ一旦ナイトで釣ってあげましょう。はい、ベビトラってその外側じゃなかったら基本的にね、あのこう真ん中に出してあげると反対側の逆線に出してあげると釣れるんでね、これねもう必須テクニック。はい、まあさすがにみんな知ってるかもしれないけど、まあスキアイスピとかでも、あの外側でもねスキアイスピだったらね普通にできますよ。これでエディクサーザップのエディクサー倒れ待ちたいですね。そうっすね、はい待ってあげて、さあザッペシでやってあげると、いやこれマッチョホグだよ、これオールドホグマッチョだからね。縦線が最強すぎる、縦線ザップっていう二段構えがマジでインチキすぎるな相手インチキしてる。いやただ俺の方が強すぎだろマジで。いやてかやばい、ゴブリンか、やばいゴブリンが強すぎる、格上のゴブリンがタワーさん発だかマジで強いぞこれ。さあ一旦ねペッカが最強と、いやいいな、てか相手の主軸今んとこさマジでそのジャイかジャイ工場ホグぐらいしかないでしょマジで。これ あいつえ待って急に飛んできたんだけど、おい俺のバレ相手のバレルやばいって、おい大谷翔平バリだろほんまに、えぐいってお前、さすがにちょっと今のはやばすぎる早すぎるでしょ今の。え俺がラグかっただけかな、クソ早かったけどな、見えんかったぞ、弾が見えんかった普通に、びっくりした今なんか気づいたらここにバレルあったからね。いやマジ Wi-Fi で負けんの怖いな、ちょっと待ってマジ Wi-Fi 切らないとな、俺いつも横じゃね、なんかもうこのトロタイでも横に投げてくるやついるんだ横に投げてくるやついるんだ、初めて知った。いやいいね、いやちょっとあれだね、Wi-Fi 変えないといけない、いやちょっと変えて、あてかなんかめっちゃタスクがあるの、あえ熱っ、あそっかなんかゲットできてるかな、タワーレベルが上がったことによってこういうタスクも増えたんかいやーありがてえな、こういうタスクってさ本枠やとさ、だって今ホグ100枚とかゲットできたでしょ、これ何枚ペッカ何枚20枚熱っ。そう本枠とかやとこんなんねもう適当にダララーって受け取るけど、サバーカだとちょっと美味しいよね。うわこういうのマジでチリツモだけどでかいよねマジで。あこれレベル上げたらあれかゲットできるようになってんのか、うわちょっとマジでこれ貯めていきたいですね。さあやっていきますが、ちゃんとね、変えてきました。はい、しかも 5G になってたわ、なんか最近 5G なんだよね、なんかこ俺のところでも 5G がついに来たかっつってさあ来た、ホグライダー来た、初めてだ、初めてのホグ来た、これウィズ行くんじゃね、ウィズが一回ちょっと形容してもいいとかいうそういうやついける、いやいけんな、うわ強っ、ウィズいいな、マジでウィズが強いよ。いや初めてのホグ来た、熱い。さあこれもザッペシで結構削れんじゃない、ザップでかなり削れると思ったらあんまりでしたね。さあただ相手がめっちゃザップに有効だなデッキだな、コウモリとかスケベあるからホグマッチョすぎ、相手レベルの子だからホグがマッチョすぎる。これさあこれはもうペッカが殴るんじゃないかな、いや素晴らしいねもうこれでいいや、これでマジ時短していこう本当に。最近さちょっと動画時間長すぎてさマジで大変大変、今までやったらさサンクレパンパンパンって折れるからさマジで簡単だったんだけどさ、最近ちょっと動画時間が長くなりすぎてる。スケブゲットしとくか、序盤のスケブマジで強いからね、ただザップでいかれてるのがねちょっと悔しいよね。そうだ枯渇と組み合わせんといけんっていうのがね、うん、スケブの難しいところ。このトロタイ結構ザップがやめや必須で入ってるからね。よしよしよし、時短していきますか。いや、マジで。ちょっと本当に、最近、だって昨日のさ、動画時間、俺やばいよ。多分、本編では30分ぐらいかな。30分、40分ぐらいまとめた気するけど、あれね、1時間10分ぐらい撮ってたんだよね。多分、結構撮ってて、そう、割とね、うわ、どこを切り取ろうかなと思って、めちゃくちゃ迷ったと思ったら、タルババタエルゴブリン来た熱い、わ強すぎる、タルババタエルゴブリンはちょっと激アツだなそれ。おそれウィズが、ただウィズが全部いくんじゃないってか、ザップで全部いけるやん、あ強すぎる、ザップがいる、ゴブリンを倒せるザップですか、うちのザップ。あー相手笑ってる笑ってやがる、俺もブチブチに煽ってやろうかなマジで、ここで煽って相手の心を折ってやろうかマジで、キングファイブでぬるるるるる終わってんだろレベル差にボコボコして煽ってんの、終わってんだろ。でも相手がね先にやってきたからね
おもろすぎる、マジで。マジでおもろすぎる。かわいそうすぎるな、ほんとに。よっしゃ、やっていきますか。まあ、最近なんか結構ドラマ見るようになったね。その地面下しとか、なんか最近だと不適切にも程があるとか、まあちょっと前だけど、ネットフリでやってて見たんだけど、めっちゃ面白くて。まあ、最近までさ、いやマジ日本のドラマ見やんくなっててんか、昔はめっちゃ見てたんだけど、どうしよう、こっち。オッケーね。そう、昔は、昔っていうかもう高校とか、まあ、中学時代めっちゃ見てたんよ。マジで見てたんだけど、ドラマとかね。最近ドラマ見やんくなってんだよね。うわ、やばい。ここら辺のやつマジでマストレスケバ入ってるから、これザッと構えんといけんな、マジで。なんだこれ、ゴブリンで嫌がらせしちゃう。やばい。え、ミニペの攻撃がマジで熱すぎる。倒してんの激熱じゃん。しかもこれゴブリンが最強だよ。最強のゴブリンがいる。いや最強すぎる、マジで。いや、いいね。いや、マジでね、見やんかってんけど、なんかおすすめとかあります？なんか最近の話題だと、なんだ、ビバントだったっけとかはちょっとなんか話題になってたから見ようかなと思って。結構、なんかマジで最近の、見てないんですよね、ドラマ。それこそ本当にその地面師がね、見たぐらい、地面師と不適切見たぐらいかな。いや、本当に見てなくて、そう。だからなんかおすすめとかあったら教えてください。はい、別にドラマとかじゃなくてもいいけど。なんか、まあ、映画とかでもいいし、まあ、漫画とかでもいいし、まあ、アニメとかでも、全然ね、教えてください。でも俺結構ね、カンドラとか見るよ。カンドラも好きだよ。意外と。意外とさ、みんなさ、多分カンドラ見たことない人が大半なんよ。大体カンドラってハマんのってさ、まあ、女の人とかさ、まあ、その、お母さんとかやん。世代の人やん。だから、多分、俺らと同じぐらいの世代の人は多分カンドラ見えへんのよ。普通の人はね。普通の人っていうか、まあ、レアなんすよね。見てるのが。そう。だから、多分みんな見やんと思うけど、意外と見てみ。意外と、見たら、マジで、あ、おもろいなってなるんよ。本当に。なんかね、ちょっとキュンキュンするんよ。マジで。なんか、その日本のさ、なんかそのドラマとかよりなんかちょっとあれなんですよね、ちょっとピュアなんですよ。はい、ピュアなんでちょっとねキュンキュンするんですよ。はい、ないんですよ、うん、いやなんか日本のさそういうなんか恋愛物語って結構なんだろう、ガチガチ行ったりするけど、あんまりさ韓国ってそういう感じじゃない。もうちょっとなんかうぶな感じでさあーなんか、うん、かわいいなーつってうん、そういうウムな感じね、懐かしいよなっつって、うん、ね、それがちょっとねキュンキュンするんだよね、マジで何を語ってんのや言うけど、いやほんまにちょっとね、見たことない人は、まあ、1回でもいいからね、ちょカンドラ見てほしい本当にね面白いから、うん、なんかね、いやマジ1回ハマるとね多分ね無限に見れる、うん、マジで、ね時間が溶けていくハマるとね時間が溶けていくんよね、カンドラってマジで。そう、しかもカンドラ投げんで、めちゃくちゃ投げんで、めちゃくちゃ長いんだよね、1話が大体、まあ、1時間ぐらいあるからねまあそんなもんか、そんなもんか、まあ1時間ぐらいか、結構長いんだよ。まあそう、アニメの感覚で言ったらさ、まあ大体30分ぐらいやんか。まあアニメって30分って言っても、まあオープニングとか、なんか間のあれとかもあるから、大体20分ぐらいだけど、ね。大体20分ぐらいで終わるから、なんか、で、話数あっても結構ポンポンポンって言ったら、あ、もう終わりかってなるけど、カンドラって1時間ぐ、なんなん長い時1時間半ぐらいあるから、そう、あれまだかってね、結構あるんだよね。そう、でも、その、おもろいんだよね、マジで。だからね、時間が溶けていくんですよね、カンドラは、本当に。うわ、来た！うっ、はっ！で、あ、一匹残った！やばい！ザップのエムが、普段使わないからザップのエムが悪い。さ、ただ、めっちゃいってる。ガチで相手がさ、レベル14とか引いたらマジで終わりじゃない？まあ、さすがに15はないと思うけど、そのワイルド、なんて、カーで、シャーで、強すぎてくさー、ホグ強すぎてくさー、やば、え、ホグ、今、ペッカの声3発されたくないお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 い、ムキムキすぎないか、俺のホグ。さすがにムキムキすぎるぜ、兄ちゃん。ほんとにやばいって、それ。びっくりした、今。ホグ、いや、ペッカの攻撃3発されたからね。最強やん、マジで。やばいな。強すぎな。レベル差いいな、そう。いやだって本当に来た時終わるもんね。実際これレベル11とかあるけど、マジで相手がこれ14とか持ってたら本当に終わるよね。ね、本当にマジでやばいよね。これマジ怖いわ。ちょっと気を引き締めないとね。うん、ある程度やっぱちょっとレベル上げていかんと、カンストロイジャー来たら本当に終わっちゃうもんね、俺。どうするマジでカンストロイジャーにボコボコに負けたら、もう泣きちゃうわ、これ。本当に。泣いちゃうよ。うわ、来た。うわ、バレルどうせ使わんもんな。達戦にしよう。達戦の方がね、スケの枠使ったりするからね。
よしよしよし、やっていきますか。うん。いや、マジ強いね。もう、初手からペッカホグの形組んであげましょうか。初手からね、もう何来てもええやん、言うて。まあ、一旦ね、一旦ってもホグいっとくか。まあ、ちょっとリスキーすぎるな。やっぱこういうね、企画では、マジそういうね、なんかシャシャリが命取りになるからね、ザップだけじゃ止まんないよ、うちのレベル11ホグは。最強がいる、マジで。最強がいるけど、最強のベビドラもいる。うわ、これどうしよう。なんもできひんな。一旦ザップで投げましとく。ザップで投げましといて、はい。いや、でも、相手のベビドラ格上だから、ちょっと結構入んない。え？入りすぎじゃね？入りすぎじゃね？入りすぎじゃね？強い強い。まあまあまあ、でも俺の最強のゴブリンも行ってこい。これね、3回攻撃必要だから、相手。いや、そうだね。打たずる応援よね。不可避だよね。うん、まあ、一旦ないといいか、これ。一旦のね、レベルならないとね、俺もレベル低いんやれっていうのをね、見せつけときます。はい。相手にね、実はね、つって。さあ、5行きましょう。いや、でもこれ、5もレベル低いんだよな。じゃあ、マジクエイクゲットしちゃいな。クエイクはいらんか、でも。でも、クエイク渋いよな。今の環境、マジでクエイク刺さる、あれがないもんな。マジで。5でいっか、普通に。さあ、ナイトがやれるこれ。やれないんか、もしかして。やれない？うわ、やれない。やばい、やれないの弱すぎる。まあ、一旦ザップで、ね。相手のスケレベル高くね？レベル10位なんだけど。しかも進化スケやん。え、相手進化スケやん。え、気づいた。え、進化スケじゃね、相手。え、やばい、タワーの攻撃が。やばい、やばい。え、待って、スケ3発、スケ2発必要なんだけど。やばい、来た。進化カードも来たし、レベル10にも来た。やばいぞ、これ。ついに俺の進化カード解放する時が来たか。やばい。え、マジで相手やってくるぞ。いや、本当にやばすぎる。ちょ、待って、一旦方がいいか。でも進化スケはね、進化ザップで和ませるからな。でもあんま聞いたくないよね。いや、これだって進化スケ来たやばくない？進化スケ放置できないよね、今のタワー。だから2発必要なんだよ。うわ、来た。え、進化スケ来た。やばい、進化スケがやばすぎる。けど、ウィズが強い。よいしょ、ザップもある。よかった、ザップで。はいはいはい。やばいな、これ。いや、ちょっと進化ついに来たか。ついに来やがったか。いや、解禁するか。いや、でも、まだいける気するけどな。まあ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 ね。まあ今日の回は進化使わずに俺は終えたいんだよね。まああんまり無茶はしたくはないよね。さあ一旦行きますか。はい。最強のペッカで。うわ、やばい。縦線が通し、なんか縦線スケブとか縦線スケのなんか構え多いね。さあ相手切ったからこれゴブリンまで行って。そうそう、これ最強のね。はい。ザッペシしといてあげて。いや、熱いよこれ。ペッカが行くよ。ペッカ行っちゃうよ。よいしょ。なんならこれペッカが入るから、おいしょ、削れ削れ、いけ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 、一発、おいしょ、いいね、素晴らしい。ペッカちゃんがね、強いんだ、マジで。おペッカがマジで熱いね、これ。いやー、素晴らしい。さあ、チコちゃん来ました。いや、さっき進化来たな。ついにね、進化が現れるようになったか。まあでも、進化好きやったからな。なんかこう、進化好きレベル10って結構じゃない？結構じゃない？だってここら辺のさ、タワーでさ、進化10にやったらさ、タワーだってさ、俺レベル8でさ、2回必要だってよ、進化好きに。ちょっとやばいよね、普通に。普通にこういう輩がいるってことやんな、だから。いや、これマジで、誰かが昨日コメントで言ってくれてなかったら、俺マジで終わった可能性あるもんね。ガチでこれ、マジみんながコメントしてくれたおかげで今日助かったみたいなとこあるよね。え、なんでタイマー巻きてんの？なんでタイマー巻きてんの？一発はいいっしょ。オッケー。いや、マジで。そう、危ない。マジで。本当に。よかった。マジコメントみんながしてくれたおかげで。完封できたんだけど。結構遅れて出してるけど、完封できた。いや、よかったわ、マジで。もうみんなコメントしてくれてありがとうな、本当に。本当にありがとうな。マジで、俺、多分、あのままやってたら多分死んでたな、今の進化スケで。まあ、死にはせんけど、あれ、やばくねっつって。なんか、やばくないっつって負けてた可能性あるからね。だってシンプルにさ、俺今これ、ホグレベル上げたから、キングタワーが今8になってるだけだって、上げてなかったレベル5とか6とか、6かな ?6 か5とかやったから、マジでやばかったよ。マジでやばかった、これ。よかった、上げて。本当に。これ、ちょっと本当に、マジで、危機感持たないとな。よかった、マジで。みんなありがとうな。本当にありがとう。助かった。マジで助かった。こういうことやな。みんなが言ってたのは、多分、そういうね、やばい輩がいるから気をつけろってことだよね。だって、正直さ、あのセール買ったらさ、だって、シンプルにレベル上げれるもんな、ノーマルだったら。そのさ、なんだろう、まあ、例えばさ、レア、今のさ、ウィザードとか、ね、バルキリーとかだと、ワイルドカードが200しかもらえへんやんか。でも、ローマルってさ、あれもらえるやん。2000もらえるやん。だからさ、結構レベル上がるよ、2000って。
2000ってなんかイカれてんだけど、ザッケンのお前マジで。さあこれ絶対スケブクルだろ。それなんだ。まあこれは打たなくてもいいか。ここに打とう。おいしょ、きた、熱い、いや激熱だ。おい、俺のマッチョホグきた。もう一発いくよ。うわー、マッチョすぎるマジで。マチョマチョのミーアドしてるわ普通に。マジでコメント待ってるわ本当に。もう何でもいい、マジ何でもいいわ、何でもアドバイスください。俺マジこれ初めてだからさ、わかんないよ、初めてだから。ちょっとどれぐらいのね、裁量でやっていいかわかんないからさ、もうどんどん教えてほしい本当にね。さあ2000までもうちょいかな。あと何本、あと3勝かな。3勝すれば2000いけますね。よし、グッドゴッドだ。なんか敵強そうだな。なんか、お、しかも俺と同じキングレベルが8だわ。やり手かもしんない、もしかすると。やっていきますか。さあ、一旦のペッカいきますか。てか、ブラスターっていつゲットできんだろう。まあ、ブラスター使う気ないけど。ブラスターね、マジで、そう、小物引いた時負けるからね。プリンセスターが一番アンパイよね、マジで。さあ、一旦、工場レベル高くね？工場レベル高い。ミニレベル高いんだけど、なんか、やばいやばい、ここに来てレベルが高いやつが来た。まずい、俺も上げないとな、これ、マジで。じゃあでもさ、なんかさ、いや迷ってんだよな、シンプルに。何を主軸にするのかって。いや、主軸はホグなんだけど、サブカードをどうす、なんかレベル高い。そう、サブカード何をするのかっていう。いや、もちろん俺は進化ビートを使いたいんだよ、時期にはね。でもなんで使わないかっていうと、レアがね、ないんですよ。レアが集まんないんだよ、マジで。レアカードが集まんなすぎてさ、今どうしようかなってめっちゃ悩んでも、ちょ、待って、なんか、やばい、マジでやばい。一旦ファイボで、はいはい、和ましてあげて。危ない危ない。いや、なんかちょっとやばい。相手、やばいぞ、これ。レベルがえぐいぞ、本当に。そう、ウィズ使いたいんだけど、ホグのね、レベル上げてたらさ、ウィズ上がらんからさ、まあ、ワンチャンロケコなんかな。ワンチャンロケコで頑張る説あるか？いや、渋いな、マジ。ロケコだってさ、結局、ヤンザメが多いからさ、渋いんだよね、マジで。まあ、一旦ペッカ行くか、これ。やばいな、マジで。相手のレベルがちょっと高くなってきたとか、本当に。本当に気をつけないと。耐える？やばい！危ない、危ない。いや、怖すぎる。マジで。怖い、怖い。レベル差怖すぎ。多分今レベル11やったらガイン入ってたわ、絶対。絶対ガインって言ってました。まあまあね、延命してくるんだ。ここら辺で延命してくるっていう知能があるんだ、君に。素晴らしいね、マジで。怖いね、マジで。マジで怖いね。マジで怖いね。でも、俺の方がマッチだから。俺の方がマッチだからね。レベル11だから。いやー、いい。素晴らしい。マジで相手のレベルが高い。俺はレベル 8VS レベル11だよ。ちょっと、いや、マジで相手のレベルが高くなってきてる、これ。本当に。レベルが高くなってきてるな、これ。ちょっと怖いわ、本当に。レベル上げるか、一旦。ちょっと上げないといけないか。うわー、でも上げれねえんだよな、ペッカ。ペッカレベル足んねえんだよ、シャードが。カードが足んなくてさ、何かの間違いでクアラーパスでゲットできないかな。あ、で、ゲットできるぞ、これ。熱い。ってことは、これ、いや、そうね、16枚あるから、そう、これを上げれるんですよ、ワイルドカードでこれやって、さあ、ほんでもって、こっちで、あれ？あ、そうやな、これ、あ、これだな。はいはいはい。ゲットできたら、さあ、来た。これで上げれると。いやいやいや。ただ、お金がちょっとね、だんだん乏しくなってくるんだよね。いや、マジで怖いな。レベル8のビーズ、やばすぎる。弱すぎる。レベル7も。うわ、どうするこれ。やばい。ちょ、待って、呪文っていうか、レアカード足んねえぞ、これ。レアカード足んねえ。これ、クラン作って、マジで寄付してもらうつつあるな。足んねえぞ、これ。マジでまずいな。ちょ、ゴブリンのレベル、もっぱつ上げとくか。もっぱつ、あ、生きるな。はい。もっぱつ上げとくわ。もっぱつね。もっぱつかましとこ。これでちょっと盤石の体勢でいっとこ。レベル上がったりする。もうなんか、あ、来た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 。やるけど、まだね、レベルなんぼで上がんの。レベルキングタワー10、え？今どこ？今どこ？ 21 か。次か。あ、次でレベル9になれば。OK。OK、OK、OK。次上げれたらね、上げましょう。はいはいはい。いいね。よし、やっていきますか。相手、エリゴレのバナーまでやって。バナー変えてるやつはちょっともうやってるでしょ、普通に。バナー変えるやつはもうできるやつやん、絶対。ちょっと怖いな。一旦ホグ行こう。一旦タンパク質ね、ムキムキホグ行ってあげて。さあ、うわ、来た。これザップででも結構突破できんじゃない？レベル8のインフェだったら突破できんじゃない？出た。見たことない。インフェを突破するホグはなかなか見たことないぞ。でも、ミニ手のカバーが早かったな。さあ、ナイト行きましょう。うわぁ、エリスピカー、キンキしちゃいけどな。やばい、ナイトが弱すぎてさ。これ、ナイト変える説ない。やばい、ミニピ2発で行かれるの、マジ渋いんだけど。え？うわ、怖っ。マジで、普通に今、焦ったわ、今、一発入るかと思って。そう、一旦ね、ゴブリンは強いと。いや、ナイトのレベルさ、上げる？でも、ナイト使うか。いや、どう思う？ペッカ主軸でもいいよな、別に。え？ちょ、待って。え、マジ、ちょっとできる顔つきしてんの。やめてくんない？マジで。ちょっと一旦ナイトちゃん、ホグで下げ取って、そう、ザップ構えて、出た。もう、インフェ最強や、マジで。じゃ、インフェ最強すぎる。突破できない？
うわ、でも逆サイドタワーが優秀なんだよね。うわ、渋い味で。渋い。レベル差あってもインフェア突破できないんだよね。まあ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 。うわ、これナイト上げとくか。でも、なんか上げとくか、普通に。普通に上げとく説あるか。いや、なんか、微妙だな。でもナイト使うかわかんねえんだよな。な結局、マイティーとか使いたくない？うん、ナイトなんかな。ナイトが無難かでも、シンプルに。シンプルにナイト無難か。バルキリーとかもちょっと面白そうなんだけどね。でもペッカいるからさ、まあ、ナイトいらない説はマジにあるんだよね、本当に。ナイトいらない説はちょっと否めないんですけど、これ、ワンチャン、うわ、怖っ、マジで。一旦繋げてあげて、ファイボ来た、うわ、こいつできる顔してんな。できる口しとるわ、これ。ザップで変えて、来たペッカ延命神ザップ来た、これは熱い神座です。はい。いやー、いい。素晴らしい。てか、ネクロって一発攻撃大変だね。初めて知った。え、ネクロってペッカでワンパンじゃなかったの？今、同格だったよね、今。レベル10vs10 だったよね。え、ワンパンじゃないの？ネクロって。え、これ、え、しかもロケコ入ってる。熱、キンキできるよ、これ。熱すぎです、それ。え、ロケコっていうかさ、え、マジで、え、ちょ、待って待って待って。え、ガチでさ、これ、え、マジのあれなんだけど、ネクロってワンパンできないの？え、ペッカでワンパンできないの？え、これマジ？え、これマジか？え、レベル一緒だったよね。え、そうか。まあ、レベル10の時だけバグってるとかいう圧かな。結構クラロワあるんだよね、そういう。ね、あの、簡素では倒せるけど、グローバル大会では倒せないみたいな結構バグよくあるからね。この前のスケザラの変更とかもそうだし、ね、あるんだけど、え、それかな？え、あれペッコってワンパンだったよね。え、いけないんかな？わからん。なんでやろ。まあ、いいや。まあ、一旦見てみる、レベル。え、14の。え、倒せないんだけど、マジ？765、765、740、あれ全然無理やん。え、そうなんだ、ペッカの一撃耐えるんだ。まあそのあんま機会がないからね。ペッカがネクロマンサー攻撃する機会ってないから、まああれだ、ペッカ出たらこれ熱くない。ネクロペッカ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 こいこいこペッカ、うわー、ペッカ来ないんだよマジで。うわ、渋、マジで。さあ来た、マスター来た。お、相手あれだ、2000いってるやからだ、よろしく。と、いや毎回さ、なんかこの昇格戦の時ってさ、相手の横に来てる、相手のさ、あれなんだよね、トロフィーがなんか上なんだよね。これボットなんかな、ボットでもう仕組まれてんのかな、昇格戦はもうボットみたいな、そういうあれなんかな、分からんけど。お、レベルが低いな。さっ、なんかたまにいるよね、やっぱやばいやつたまにいるよね。うん、今そんなあれだったけど、やばいやつがマジたまにいるから怖いよ、レベル上げとかんと。マジで、うん、本当に怖いわ。いや、マジやべえって、本当にいかついわ、やめてくれ本当に。ガチでな、怖いな。いや、マジこういうなんか9とか10ぐらいやったらいいけど、さっきみたいななんかやばいやつ引いたらマジでいかれちゃう可能性あるからね、マジで。レベル8のウィズだから、こっちは最強の範囲攻撃いかんか。え、それいかないんだ、それいかないんだ。これザップで変えたら熱いんじゃね、べし。あー来た、熱い。なんだウィズが、はい、ウィズ、あー来た、熱盛、素晴らしい。昇格戦もなぎ倒していく。なんならこれでキングまで行ってほしいけどな。キングまで行けたら手厚いなーこれ。いや行くんじゃね、いや来た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 。時短時短、もうロケットあってよ、時短完了、素晴らしい。これで2000いくんか、いけたか、いけたね、いけましたね。さあ来た、これでやばい、カンストロイジャイが来やがるぞ、そろそろ。さあこれで2000いきましたと。はい、うわー、こっからロイジャイがね出てくるんですよね、確か。うわやばい、バルーンも出てくる、これやばい。いや、てかペッカ使ったこれ親衛隊やばいか、範囲後にタランスクスあるな。うわ、ちょっと待って、これやばいぞマジで。うわー、これロイジャイマジで怖えー、カンストロイジャイ怖えー、マジで。カンストロイジャイ怖すぎるって感じで。うわー、レベルマジで上げんといけんな。なんか範囲攻撃はちょっと少ないよね、ウィズだけだと。高回転で上げるか、ファイスピー入れてちょっと回転増しとく。でもさ、ナイトないの怖いよね。なんか、ナイト、いや、でもこれバルーン来たら積むよね、多分。バルーン来たら多分積んでしまう可能性あるか。積む可能性あるから、これコウモリじゃね、コウモリをちょっと上げて、なんかペッカホグコウモリみたいな、昔のメガネトグみたいな形にしてみる。じゃあちょっと強そうだな、もうこれでも盤石、カンソロイジャー来ても戦えますっていう顔つき色は。さあ2000からのカンソロイジャー来るかな、やっていきますか。
まあそういえばね、さっきあの質問、今日はあんま答えてないんですけど、質問であったんがね、今年出る新チャンピオンの理想は何ですかっていうのあったんですけど、今年ほんまに出るんかな。なんか去年、来年新チャンピオンが出ますみたいなの出て、まだ今情報一つも出てないんだけど、出るんかな。レベル低くない、なんかあれ俺がバカみたいじゃん、こんなに。レベル低くない、逆にこのレベルでお前ここまでやってきたんか。さっきまいかついやついたけどな、レベル低いね。そう、なんか新チャンピオンな理想なんですかっていう声あったんだけど、まあ俺は別になんかそう、なんか特にこういう能力が持ったあれが欲しいとかはないけど、まあ、個人的にはババキンが出てきてほしいね。クラクラ勢やって、クラクラ勢ってかクラクラやってた身としては、なんでババキンが出てこないんだっつってババキンが出てこないのはなぜだっつって、いやヒーローといえばね、俺の中でババキンなんですよ。ババキンってはちゃくいなんよ。そうだからヒーローってか、まあチャンピオンか、チャンピオンはねもうババキンなんですよ。だからババキン来てほしいよね。だってアチャクイがいるんだよ。アチャクイがいんのになんでババキンがいねえんだよっていう話なんですよ。普通に普通に考えてね。そう、なんならウォーデンとか出てきてほしいよ。ウォーデンとかロイちゃんとかも出てきてもおかしくはないのに、そうコウモリレスピ耐えるんだけど熱すぎでしょ。出てきてもおかしくないはずやんか。いやのにさ、出てきてないからさ、なんかこう個人的にはちょっとクラクラにいるねユニットたち出てきてほしいよね。ババキンとかマジで出てきてほしいよね。ババキンね、ババキンとか、まあ、何やったっけ、ウォーデン。ウォーデンはマジで来たら熱いね。ウォーデンはマジで熱くない？ウォーデン来たら激熱だな。お、モンキー D ルフィ来た。なんかルフィって名前多いな、マジで。昨日もいたけど。そう、いや、マジね、ウォーデンだってめっちゃ強そうじゃない？ウォーデンっていうキャラは何かっていうと、クラクラではね、ウォーデンのなんかね、範囲みたいなのがあって、まあその、なんやろ、何マスぐらい、結構マス目があるんだけど、まあクラロワだと、まあリアル、まあこうユニットがあるやんか、この周りに、まあ5、6マスぐらいの、なんかその、なんていうん、なんていうんやろ、枠があって、で、その枠内にいる奴らは、無敵効果になるんですよ。数秒間無敵みたいなあれがあるから、ちょっとクラロワに出てきたらマジで強そうだなと思うんだけど。だから例えば、なんだろ、ザップで死んどんだけど、えぐザップで飛ぶ、なんか、急になんかレベルめちゃくちゃ低くなったな、なんか。さっきまで強かったのに、なんでだろう。そう、いや、だから例えば、まあ、ホグウォーデン行きます、やるとするやんか。じゃあ、まあ、相手が防衛にペッカ出してきます。で、ペッカ出してきても、トームがかかってるから、そのスキルがね、かかってて、もう無敵時間なんで、はい、ペッカの攻撃が無敵されるみたいな。だから数秒か。まあ、2、3秒ぐらいか。クラロワだと多分、2、3秒ぐらいがリアルかな。2、3秒ぐらい、無敵時間ができて、はい、ペッカの攻撃向こうかーみたいな、そういうのがあったらちょっと面白いね。いやマジめっちゃくちゃ強いと思うよ。でも実際出てきたら多分クソ強い、クソ強いけど、でもなんかちょっと面白そうだよね。ウォーデン、ウォーデンはね、でもまあむずそうだね。クラクラでウォーデン、まあ、最強だと思う。マジでクラクラでウォーデン、だってクラクラでも最強だもん。クラクラでもウォーデンが一番最強なんだよ、マジで。まあ賛否両論あるかもしれないけど、ウォーデンマジで強いからね。だからまあ、個人的には、まあ、ウォーデンとか、まあ、ババキンとか来てほしいね。ババキンはね、やっぱね、俺の中ではチャンピオンってもうね、ババキンですから、はい、もうクラクラやつだ、身としてはね。さあ、なんだ、俺、相手もう、諦めないんだね。ここまで来ても諦めないんだね。偉いね、マジで。ファイボまで行って、さあ、突破してあげて、マッチョフが、よいしょ、はい、ナイス、素晴らしい。いいね。はい、はい、はい。いや、強いね。さあ、ラストぐらいにしようかな。ああ、まあ、これ、勝ったら多分、あ、そうだね。2100いけるから、まあ、ここ、来た！ロイジャイゲットしとこう。うん、ここで2100いって今日は終わろうかな。よし、やっていきますか。まあ、1日結構上げてんな、マジで。1日600、500ぐらい上げてるから、なんか、普通に1ヶ月経たずに終わってしまいそうだな、この企画。ま、でも、そろそろ300通でもいいかなと思ってる。まあ、相手が、なんかその、サンクラ折れたら、ま、時短できるからあれなんだけど、まあ、こう、時短できなかった時はね、まあ、ね、300ぐらいでもいいかもしんないですね。いや、マジ動画時間長すぎるのあんま好きじゃないです。どうなんです？動画時間長い方がいいんですか？ここはね、わからないんですよ、僕は。なんかその人によって違うじゃないですか。動画時間長い方がいいっていう人がいたりとか、まあ短い方がいいよねとかあるんだけど、自分がさ、その視聴者側になってさ、結構まあ他の YouTube で見るときさ、なんか動画時間長いとさ、俺は見る気するよ。だからまあ30分40分ぐらいやったら、あ
まあ見ようかなってなるんですよ。だから俺はいつも30分40分を心がけてるんですよね。そうとかまあ普通の動画だったらまあ20分とか結構あったりするけどね、マジで俺それぐらいかなと思ってるんだよね。なんか1時間とかあるとなんかどんだけなんかタイトルとかサムネが面白そうでもやっぱ見る気失せるよね。やっぱだから俺はね、あの短くまとめたいんですよね。だからまあちょっと今後はちょっと短くやっていきますか。はい、ラストこれ引いて終わって、バルーンアンロックした。でもバルーンは使わないです、ホグ一筋です。はい、さあラストこれ引いときますか。引いて、さあ昨日スーパーレアだったからね、まあでも来る可能性はありますからね。ほいほいほい、まあさすがにか、まあスーパーレアとかウルトラレターとは大体ノーマルっていうね相場が決まってます。はい、まあということで、まあ今日はねここまで、はい、500上げましたね。1600始めたんで500上げれました。はい、あ結構ねレベルどうなんだろう、なんかもうマジ敵によって違うな。マジでやばい敵もいればマジでなんかカスみたいなレベルのやつもいるから、まあちょっとね、まあ要相談ではある。うん、でもまあこれぐらいでいいんじゃないかなと思ってる正直。うん、まあ次はちょっと進化使いたいですね。はい、進化使って無双します。はい、次は、はい、ということで、よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。はい、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。